兵庫県香美町の海岸を小型漁船で巡る霞海上ジオタクシーの運行が今シーズンも始まり、観光客らが美しい景色を楽しんでいます。この霞海上ジオタクシーは4年前に遊覧船の営業が終了したことから、山陰海岸ジオパークの中心地霞海岸の絶景スポットを紹介しようと、地元の漁師たちが去年春から夏のシーズン限定で運航を開始しました。定員は3人から5人で、小型の漁船とあって観光船では近寄ることのできない荒々しく切り立った岩場や幅の狭い洞窟の中といった迫力満点の景色を堪能できるのが魅力です。去年は5月から始まり、インバウンドを中心に多くの観光客を集めましたが、今年は新型コロナウイルスの影響で1ヶ月遅れで営業を開始。また地元の人にも海の魅力を知ってもらおうと、香美町の住民を対象にした無料の体験会も行われました。もう初めてこんなところ見せてもらったことがあって大変良かったです。裏側から見れるところもありますんでね、ぜひ見ていただいて、見た方が皆さんに広めてもらうというのが一番かと思いましてね。ジオタクシーは来月末まで運行の予定で、ホームページか電話で予約を受け付けるということです。